積み重ねられた10年の歴史、ここに極まれる。世の常識など通用しない、見たこともない戦国武将たち。砂人なのに二重人格再結果。戦の霊気だ。わがままド S 美女強国マリア。最強なのに運任せの戦闘スタイル、足利義輝。バイリンガルドラゴン伊達政宗。華麗な舞でバサラ塚上杉謙信。敵も恐れる戦国最強。戦っていきます。まだまだあるの。熱血野郎、爆中地、魔王、ネガティブ、目立ちすぎ忍者、鉄球、男嫌い、巫女、海賊、マシンガン、食いしん坊、紳士、怪しい宗教、変態、お祭り野郎、無口、チェーンソー、ほぼ極道、しか爆発機、ファッション、暴走、大地、群雄割拠にも程がある。乱世を彩る全40人の武将たち。そしてストーリーも破天荒。天はいたずらに乱世を望み、戦いの果てに時代は動く。天下を目指して命を燃やし、戦国を駆け抜ける男たち。と、そうでもない武将たちが繰り広げる数々の物語。今、英雄たちが発信の歴史を語り継ぐ。さらに合戦場もやりたい放題。日の本各地が大騒ぎ。足軽だってやるときゃやるぜ。散りゆく男たちの生き様と雑魚としての誇りをかけて、たとえこの身が砕けても俺たちだって目立ちたい。戦場にルーレット。プレイヤーが変化したりメダルが出たり、はちゃめちゃすぎてもう天下統一どころじゃない。集めたメダルで衣装や技、セリフ、遊戯、あんなものからこんなものまで100種類以上の景品ゲット。ルーレットを回して回してコンプリートを目指せ。爽快爽快バサラアクション。初心者には遊びやすく、上級者もやり込める多彩な技とコンボの自由度。戦い方も使う武器も個性ありすぎの40武将。日本中を暴れ回って歴史を裏切れ。天下は君の手の中に。戦国バサラボー、スメラギ。7月23日発売。あいつが目覚める、君は生き延びることができるか。数量限定特典、足利義輝の専用武器をゲットしよう。予約を急げ。